ある村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で切りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、なったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。おなごであればお前に似て美しい娘となろうぞ。まあ、
強く生きるのです。強く。誰がいねえのか、頼む。
あ、頼むよ、開けてくれ、いるんだろう、誰か、誰か、頼むよ、開けてくれ、開けてくれ、鍛錬を積んでおきゃ。
おかしなものまで見えてきやがった。なんとかしねえと。技の終わりにて構えを整え斬新を示せば気力は瞬時に充実する。斬新にて満たせば気は共鳴し常世を打ち払わぬ。奴らを追っ払ってやる。